진행하루. Shut up!
壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。
我が名は坂井陣。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤わせ。黙れ手向け。これが得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。情けをかけてやる。やりかを焼き尽くす。それもここまでだ。ゴーストンプス。Gostos também, Ramkamas!
け。しかるならここが墓場だ。ヤニカワの衆よ、一人として猛虎を生きて返すな。一人も逃すな。ヤニカワを守れ。逃してないぞ。情け無用、皆殺しだ。叩き切れ。首を取れ。クロード様に続け。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。これで槍川も加わる。だが叔父上の城を取り戻すにはまだ足りぬ。私らにとっちゃね、腕があれば扱いが違う。何かご入り用でしょうか。ま
また頼むぞ。太刀を鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。もし太刀のお手入れをいたしませんか。酒井が道を逸れたら、シェイハが捕まった時は…この鎧は猛虎の武器にも負けません。さあ、私にお任せください。これで安全です。